メンバーシップ始めましたよ。もうボタン出てるでしょ。いろいろ設定しながらね、動画も撮ってなんで、多少前後しましたけども、このぐらいがいいんじゃないですかね。行動が最大の準備なんで、もうメンバーシップやりますっていう動画をやったら、もうやらないといけないみたいなね。でも全部が準備整ってから、メンバーシップやりますよっていう動画を出しちゃったら、どん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 先に伸ばしになるんじゃないかなというね、いつもの私のやり方でございます。もうすでにですね、やりますよって言ってから、それから整えるみたいなね、そんなことでございますよね。まあ私の場合はこれが合ってるかなと思います。さあ、それでね、行動が9割、いいじゃないですか。まるでね、二八そばみたいに、まあなんかね、そば粉が9割だよみたいなこと言われてるみたいな気がしましたけども、今回ね、その通りだなと思うことが1個ありまして、それはね、ポイントサイトなんですよ。私はね、自己アフィリエイトのノウハウをそのままポイントサイトに生かしてるんですけども、実はね、ポイントサイトのモッピーって2ヶ月やって、私10万7千円ぐらいのね、確定報酬得てるんですよ。セルフバックだと2ヶ月では要するに現金にすぐになりますよっていうような確定報酬ってほとんどなんないんですよ。だいたい現金化されるのが3ヶ月目ぐらいなんで、ちょっとポイントサイトの方が早いなと思ったんですよ。プラスですね、これは他の人の行動を見てなんですけども、やっぱりね、まだ売上実績が2万とか3万しかない人が、あれが儲かる、これが儲かるっていう風な、そんなね、動画をたくさん出してるのを見て、なんかちょっと寒々しいなと思ったんですよ。こういう人がたくさんいると、ポイントサイトのいわゆる評判が落ちるなと思ったんですよね。で、私は実際に自分で10万以上の売上を2ヶ月で上げてきて、それですらね、あんまりいないんですよ。2ヶ月で10万っていう人が。だからこれでも大きな差をつけてるなと思いますけども、実際に現金化されるのがいつなのかって問題が結構分かってきました。その一つがね、高額商品の、まあ、2つの案件いきましょうかね。不動産に関する高額案件っていうのは、そもそもですね、所得が年収で5、600万ないと、その面談を受けさせてくれないんですよ。で、年収証明を出さないといけないんで、大抵ね、このポイントサイトをやってる人の中には、所得が低くって困ってる人がいるっていうのが、まあまああるわけなんですよね。こう言ったら申し訳ないんですけど、そうなると、年収200万、300万の人が、いくらね、不動産が儲かりますよって言っても、おめえやってねえだろうがみたいなね、お前確定してないだろうがみたいなことが、まあ、見えてくるんですよね。あとはね、インターネットの回線の切り替えですけども、インターネット回線の切り替えによって、まあ、5万円もらえますとかね、10万円もらえますみたいな案件があるんですけども、これもよくわかりました。実はね、報酬が確定するのって、早くても半年後とかね、遅ければ1年後以上なんですよ。そりゃそうですよね。だって2年縛りがあるわけですから。となるとね、光回線の乗り換えで儲かりますよっていう人は、実際自分で報酬を手にしたわけでもないのに、いや、やってもないかもしれないですよね。やってないからそういうこと言うんだろうなと思うんですよ。まああまり見てないですけどね。というところでね、これがずるいと言ってるわけではないんですよ。行動が先に来て、実践が後に来てる、それでもいいんですよ。私のセルフバックってのは、まだ1円も手にしてない状態で80万円最初の月で売り上げましたからね。だからね、なんかあれこれ考えるよりも、まずやってみること、その自分の行動が自分の教科書になるんではないかなと思いまして、今回の動画にさせていただきました。もう行動が9割というかね、行動が10割と言ってもいいのかなと思いますけどね。まあ何々が9割っていうね、そういうタイトルっていうのは乱発してるっていうのがよくわかりました。次回のね、動画も楽しみにしてます。よろしくお願いします。